はい、どうもこんにちは、太田です。ここは祖師ヶ谷大蔵駅です。ここに4年間住んでたんですけど、今日ちょっと引っ越しでここを離れることになりました。で、最後に街のシンボルを撮っておこうと思いまして、今中央に見えているのがウルトラマンです。ここは以前ラーメン屋が1階に入った建物があったんですけど、そこがなくなって綺麗な更地になって、お祭りとかここで、やったりします。改札を出て右手ですね、交番がこちらにあって、画面右側ずっと進んでいくと、この商店街の先には木梨サイクルとかもあります。で、向こうの方にも行けるし、駅を出て左側の方にも商店街が続いてます。こちらにはカネゴンがいます。2月の頭だったかな、それぐらいにここにカネゴンが出現するようになりました。祖師ヶ谷の街を見守ってます。それともう一つ食べるところを紹介しようと思います。バンさんっていうところで、イタリアンかな、今ちょっと食べてきたんですけど、料理はどれも美味しかったです。祖師ヶ谷大蔵に来た時はぜひ。2番ホーム各駅停車新宿行きが8両編成で参ります。次は千歳船橋に止まります。ということで新宿に行きます。いつも行く安心お宿っていうところがあるんですけど、そこは予約してなくて、もう満室だったので他の、カプセルホテル探して今日はそこに一泊しようと思います。どこかがあると思います。では行ってきます。多分ここが空いてると思うので行ってみようと思います。ダメでした、空いてませんでした。やばい、どうしよう、どっか探さないといけない。どうしようかな、お宿ちょっと行ってみようかな。安心お宿、新宿のあの高島屋とか向こうの方なんで逆側かな。こっち方面ね、ちょっと怖いな。いかがわしいお店とかね、なんかちょっとヤバそうなお店が多い、ヤバそうな人も多い。ちょっと早く抜けます。無事に歌舞伎町を抜けて、あっちがニューマン、ガスタ新宿で、今行こうとしているのがカプセルホテル安心お宿っていうところで、ここまっすぐ目の前、緑のしましまの建物、あれを結構去年とか一昨年かな使ってたんですけど、でそのまま予約せずに行っても部屋は何個かは開けてあって使えたんですけど、ただ今思い返してみると
それ平日だったんですよね。で今日土曜日でどこも満室なのはやっぱりその週末だから。でしかもあの安心お宿はさっき電話したら満室、キャンセルが出てないかなと思って、一応来てみました。ダメだったらどうしよう。ダメだったら満室かカラオケ、まあ、そうなってくるのかな。ダメでした。どうしよう。まずいな今、11時前ですね。 10時43分。まずいな。あった、ここ今、もう11時過ぎてるんですけど、夜の11時過ぎてるんですけど、電話したらすぐ来れるなら OK ですということで今来ました。 OK、2つあるんですけど1つだけお使いくださいと。で7000円です。助かりました。高いホテルばっかりなのかなと思ったらこれぐらいの金額もあって、ああよかった。危うく漫画喫茶とかカラオケになるところでした。シャワー浴びてすぐ寝ようと思います。おはようございます、太田です。3月31日朝、新宿、今駅に向かってるんですけど、方向はこっちでいいのかな。新幹線に乗ることができました。なんか結局時間を間違えてて、もう急いできたんですけど2時間早く東京駅に着いてしまいました。
はい、ということで帰ってきました。徳山駅、あ、去年はここ、このタクシー乗り場というかこんな感じにはなってなかったな。あ、バス停も結構変わるんですね。この辺が栄えてくると徳山復活ですね。まあ夏ぐらいまで4ヶ月ぐらいかな。その後は夏からはまた東京に戻って仕事です。まあその間庭仕事の動画とかスニーカー動画上げていこうと思います。ということで今回の動画はおしまいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。